こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。こちらこそ、ユーストリーム銀座 JWTV 演歌のコーナーでございましてですね、はい、私司会を担当します、立花慎士と申します。よろしくお願いします。そして今日のお客様は、キングレコードの水木愛でございます。はいはい、この番組はですね、もう若い方からですね、はい、若いですね、若いですね、いろんな方がもうご出演されてね昔のお嬢さん、いや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 水木愛さん、はい、水に樹木の木、そうです、愛さん、はい、愛はひらがなでございまして、はい、今聞いていただきました湘南夢酒場、はい、湘南ですから、神奈川県は湘南、はい、いいとこですね。そうですね、本当にもう湘南の辻堂海岸、いいですね、また茅ヶ崎海岸、僕はね、あそこ大好きでね、よくドライブするんですけども、江ノ電、そうですね、走っててね、はい、海沿いをこうね、走ってて、はい、海沿いのこう鎌倉を通るあの道いいですね。そうですね、やっぱり風情がありますね、はい、そこの地元で頑張ってる水木愛さんということで、はい、もう芸歴はもう結構長いく、そうですね、まあ、去年20周年演歌でですけども、はいはい、20周年やりましたけど、もう50年ぐらいやっております。すごい、はい、ということは生まれて0歳だったら50歳ですけどもそうなんですね、すごいですね、はい、最初はどんな芸事を始められたんですか。最初はね、お琴をやりまして、それから長唄をやりまして、それから今度は民謡、民謡で、民謡の家元になりました。あら、すごいですね、はい、それからもう演歌は一番最後なんですけど、うん、はい、すごいですね、いろんな、すごくはないんですけど何でも好きなんですよ。もう音が出るもの何でも好きでじゃないんですけど、はい、まあ、演歌を今20年ぐらい歌ってます、ね、そうですね、はい、まあ、いろんな作詞の先生、作曲の先生、まあ、いろんな有名な先生に曲を書いていただいて、はい、今頑張って、はい、全部で何曲ぐらい出してらっしゃる今まで。今までだと相当な数ですね。そうですね、7、8曲はあるんじゃないでしょうか。そうですか、はい、民謡も出してるんです。民謡も出してる、コロンビアから。そうですか、すごいですね、はい、まあ、湘南をついた歌も結構歌ってらっしゃってて、はい、今流れてる歌が湘南夢酒場。そうです。あと2人の湘南ってデュエットソングもあって、はい、あります、いっぱい歌って。あと、はい、祝辞ですか。はい、祝辞は水森先生の曲で、これはもう本当に皆さんがよく歌ってくれますね。そうですか、はい、茅ヶ崎、はい、ね、神奈川の茅ヶ崎で非常に大活躍で、いろんな講演会の方がたくさんいらっしゃってて、はい、私は思うんですよ、はい、もちろん歌い手っていうのは歌がうまいのは当たり前で、だと思いますが、その前に、いやいやいや、その前に私は人間性
人のいたわりとか、はい、人に対する優しさっていうのが一番大事じゃないかと思います。そうですね。そこ行くと、まあ、あの水木さんはやっぱり人一人を大事にしてらっしゃるということで。ありがとうございます。だからファンがいっぱいいるんですね。いやもう本当心からですね、みんなね、心と心で付き合うというか、はい、私もなんかお店もね、辻堂のそばでやってらっしゃって、そうです、お店をやりながら講演会の方もたくさんお見えになるんですけど、はい、24年やってるんですよ。すごいですね。水木パブレストランって、水木パブレストラン、はい、その皆さんがね、はい、すごく生き生きとして歌を歌ってね、はい、一緒にファミリーでやってるコンサートが多くて、そうですね、私もその中に歌わせていただいたんですけど、はい、素晴らしいお仲間だと思いますのでね、はい、これからぜひまだまだ続けていただいてですね、はい、頑張っていただきたいと思いますね、はい、この番組はですね、はい、本当に若い方からシニア層の方、もう年齢問わずね、いろんな方に参加していただいて歌を広めていただきたいと思います。で、私は全国で活躍している歌手の皆さんをこれからご紹介しながら、はい、みんなと手を組んで頑張ってやっていこうと思ってますので、はいはい、先生お優しいから、あ、いえいえ、もう、ね、本当にでも皆さんがついていきますよ、楽しくてね、いろんな地方の他県の方からですね、問い合わせいただきまして、こうして皆さんと出会えるのが楽しみで頑張っておりますので、そうですね、はい、もうこれから皆さんね、はい、お会いできる楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。ね、また後ほど私のアクセスとか、はい、連絡先などをご連絡でご報告しますけどね、はい、はい、ということでございまして、それから辻堂でしょうか、最近大きな、なんかできましたね、アウトレットでしょうか。あ、そうですね、すごいですね、北口に、はい、大きな辻堂の、はい、なんていうんですか、あれはなんていうんでしょうかね、私もよくちらっとこの間行ってきたんですけど、すごいお店がいっぱい多くて、そうです、もう行ってもいっぱいでね、それで駐車場に入ったら今度は帰りが分かんなくなっちゃう、もうすごい、だからうちのお店からは近いですから、まあ歩っていけばいいんですけど、辻堂の駅前ですね、そうです、何口です、北口、はい、すごい、すごいですね、はい、お店がたくさん、一つの町ですね、はい、そうですね、はい、私もちょっと行ったんですけど、迷子になりまして、そうなんです、分かんなくなっちゃいましたけど、もう映画館はあるしね、これからまた温泉みたいなのもできる、なんといっても気がついたのは最後にスーパー行ったんですよ、スーパーもすごい広いんです、そうなんです、それでね、ネタがいいんですよ、安いし、安い、すごいですね、とってもね、いいとこにできました、辻堂っていいとこですね、そうですね、はい、はい、その湘南で、頑張ってらっしゃる水木愛さんでございますけど、はい、せっかくですからここでですね、はい、水木さん一曲そのね、はい、歌っていただきたいと思いますけど、はい、今頑張ってる曲、はい、この湘南夢酒場っていうです、はい、この作詞作曲された先生に私大変お世話になりました、はい、天野浩二先生、そうです、作曲優しいんですよ、優しい、はい、いい先生、はい、そして作詞が阿波照子先生、はい、もう先生もいい方でございましてね、よく思いやりのある方でございまして、そうです、はい、編曲は私の先生で花岡雄平先生、そうなんです、愛のままでを書いた先生ですね、はい、ということでございまして、それでは早速皆さん、はい、聞いていただきたいと思います、よろしくお願いします。水木愛さんで湘南夢酒場、聞いてください、どうぞ、はい、笑って見え
子は湘南、二人で飲んだ恋酒場、明日がある。窓を開ければうぐいすの声、白い花咲く花水木、緑豊かな明日の街よ。ここは湘南、二人で描く花咲かば。どうも、はい、水木愛さんで湘南夢酒場を聴いていただきました。このコーナーでまたぜひ、はい、ぜひご自身でコーナー枠を持っていただいて、はい、これからいろんな歌を歌っていただきたいと思います。そうですね、嬉しいですね、はいはい、ぜひこれからも、はい、湘南のまた PR もぜひいろいろしてください、はい、よろしくお願いします。湘南ってなんか特産物は何があるんですか？何かありますか？やっぱり魚も美味しいし、はい、やっぱりね、この間浜織祭の終わったばっかで37斤ぐらい出るんですよ、はい、なるほど、すごいですよ。そうですか、はい、じゃあぜひぜひまたこれからもよろしくお願いしたいと思います。はい、今回は水木愛さんに来ていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。